回へこんでまたふわっとなる動きができるので、すごく U ピンとかは万能に使えると思います。おはようございます。大阪のトラックで働いている千秋です。今日はこの絹女さんのカードアイロンを使ってサイドの編み下ろしを作っていきたいと思います。まず全体にワックスをなじませます。ワックスはしっかり手のひらで伸ばして、サイドの編み下ろしなので、どっちでもいいんですけど、今回は左に作っていきたいと思います。まず頭頂部から8ぐらいのところで、そのまま下の方までこんな感じで両サイド残すイメージでブロッキングします。で横でこんな感じで結びます。この時にもうある程度ちょっと引き出しておきます。で次がこっちのサイド、顔周りは後で巻くので少し残して、ここはロープ編みしていきます。ここら辺の髪の毛もちょっと残しても後から可愛くカラー色で巻くのでいいと思います。で後ろもロープ編みして、こっちの方に持っていきます。でサイドに持ってきたらここで一回結びます。もしふわふわした髪の毛が気になるときはこのように U ピンで留めて後から取れば大丈夫なので、少しこんな感じで引き出します。最後こっちの左サイドの髪の毛も遅れ毛を少し残してロープ編みしていきます。でロープ編みしたら、ここのさっき結んだところにくるくると巻きつけてゴムで留めます。で少し縛ります。でこの時に合わせ鏡とかで少し後ろの方もほぐしておきます。こんな感じです。はい、次にここ作っていきたいと思います。最初のここの部分はゴムが見えてるのでゴム隠しをしていきます。ゴムのところにこのアレンジスティックを刺してちょっとすくってここに入れ込みます。でまたちょっとほぐします。編み込んで編みをしていきます。編みは何でもいいんですけど、丸型の三つ編みでやっていきます。丸型の三つ編みが真ん中を残して、その上をこの2つクロスさせます。でまた真ん中の後ろでクロスで真ん中残して両サイドをその上でクロスさせます。でこれを3針ぐらいしたらまた下で結びます。で結んだら少しほぐします。上とバランスを見ながらほぐしていきます。
でこういう短い髪の毛とかは出たら後から巻くので、もう存分に出しちゃっていいと思います。こういう髪の毛は出してください。で、ある程度引き出せたら、最後毛先もスティックでゴム隠しをします。はい、こんな感じです。で、こんな風にちょっとペロペロ出てる毛は後からしっかり巻きます。じゃ、最後にこのケヌルさんのアイロンで巻いていきたいと思います。まず顔周りから、割とここがこってりしてるので、顔周りは本当にさらっと巻く感じでいいと思います。こんな感じで少しずつ取って巻いていきます。残しておいた遅れ毛もここもしっかり巻きます。やけどしないように気をつけてください。最後毛先を巻いていきます。毛先もワンカール巻いて、あとは少しずつ取ってボリュームの欲しいところにこんな感じで巻いていきます。で、さっき残しておいたこういうピロピロした毛とかもしっかり巻きます。こんな感じでふわっとしたイメージで、ふんわりなるようなイメージですね。こういういらないなと思う髪の毛とかはもう全然後ろにスティックとかで持ってっちゃっていいと思います。で、最後出来上がったら、まあ、スプレー振ったりとか、オイル、ワックス、バームなどでちょっと形を整えて、で、この時にバランス見てさっき留めた U ピンとかももう外して、そうするとこんな感じで一回へこんでまたふわっとなる動きができるので、すごく U ピンとかは万能に使えると思います。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、こんな感じです。すごくサイドの編み下ろしなんですけど、凝って見えるんですけど、すごい簡単なので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。